マルコによる征服員。その時、イエズはまたカイドにお入りになった。そこに、片手の苗た人がいた。人々は、イエズを訴えようと思って、反則日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエズは手を なえた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に立法で許されているのは、善を行うとか、悪を行うとか、命を救うとか、救うことか、殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは、怒って人々を 見回し、彼らの堅くな心を悲しみながら、その人に、手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと、手は元通りになった。ファリサイ派の人々は、出て行き、早速、ヘロデ派の人々と一緒に、どのようにしてイエズを殺そうかと相談、 し始めた。ケレタチヨ、ワタシタチノスクイはどれほどイエス・ u クリストのために大切であったかを今日の福音に現れます。私たちを救うために彼が自分の命を懸けた。彼がそれを知っていた。彼らの そのカイドにいた人々の考えを知っていた。にもかかわらず、彼が、彼らを裁くために来られて、その奇跡を行いました。けど、か、か、クリストの裁きは、すごいのさかさ、えー、裁きでした。つまり、クリストの言葉と行いは、 事実を示す言葉と行いでした。これは、新しいイ答である私たちの教動体、教会が、この、では、この同じ、同じこと、クリストがなさいます。私たちの教動体では、教会では、イエスクリストは来られ、その遮議に来ら,な来られます。御言葉の祭儀感謝の祭儀など、 そして、わ、わ、えー、かくな心を持っている私たちを、慈しみを持って裁きます。私たちをじっと見る。私たちの心まで、神の眼差しを置きます。神の哀れみを、あの、置か、置かれます。でも、神、イエスクリストが私たちを救うために、 私たちの事実を私たちに示す必要がある。私たちが病気であるということを私たちに教えて、教えるのを必要です。必要です。私たちが惑わされているままに救われない。もちろん、クリストが私たちを救いました。 クリストが私たちのために命をかけたけど、そのイゾス、イエスクリストの人復活が、私たちに、までに、来るために、私たちが、罪人であるということを認めなければならない。私たちがクリストを裁いているということも認めなければならない。彼のやり方が好きじゃないということも認めなければならない。 私たちが彼を訴えようとするということも認めなければならない。クリストがどういうふうに、私の息子、私の奥さん、囚人、私自身を救うということを疑って、あんまり好きじゃないから、それを認めないということも認めなければならない。私たちが文句を言う人であるということも認めなければならない。だから、 だから、クリストが、この手が、手の、えー、なえた人は私です。あなたの手は、私の手はなえている。つまり、動かない。だから、働くことはできない。世話することはできない。保守をすることもできない。そして、慈しみももらうことはで、取ってもらうことはできない。なぜかというと、 私たちがアダムとエえばと同じように、その手が、神、えー、アにまわされて、命の木まで伸ばしてしまいました。私たちの心の中に、悪魔の偽りが入っていたから、その偽りは私たちの心を、怪我した。その心には、毒を入れてしまった。その心を、 止めた。止めた。愛することはできない。従順もる守ることはできない。その心が悪魔の技です。その病気の心、固くな心は手を伸ばすこと、動くことはでき、動かせることはできない。固くな心は固くな、あるいは泣いている手を 作るというか、その手は、その手の病気は心の病気の結果です。私たちの心は泣いているから、私たちの手も泣いた。泣いている。私たちが善と悪の気までその手を伸ばして病気となった。私たちは、今日のイエスクリストの質問ね、同じ。私たちは善と悪を 識別することはできません。死んでいるから。自分で決めようと思った。自分で、あ、これは善、これは悪と定めることができると思った。悪魔に騙されてそう思ったが、結局私たちが何もわからなくなる。黙る。答えがない。クリストの質問に答えをすることはできない。神はあなたは愛するか そして、あな、神様があなたをするために、これをして、これをして、これをして、あなたはこの苦しみを通って導く、あなたを救うために、あなたの善のために、神様が計らってくださることは、いいですか正しいか良いことか黙る。できない。答えられない。誰でも答えられない。心は悪くなってきた。病気であるから。 偽り、学話の偽りがそちらにあるから。けど、クリストが今日、私たちの、今日、私たちの共同体、教会に来られます。今日だけではなく、いつもクリストが教会に来られま、来られると、祭儀を祝うと、御言葉の祭儀感謝の祭儀を祝うと、それに私たちが参加すると、この事実が全部明らかになる。そして私たちを呼ぶ。真ん中に。 つまり、その身ことそのあなたの事実を認めるように、真ん中に、みんなの前に行きなさい。謙遜の道を歩みなさいという意味。立ち上がって、復活して、真ん中に行きなさい。イエス私たちの復活、私たちの癒しは、事実を認めることから始まる。真ん中に行くことに、 音を押して始まる。イエス・クリストは、その犯罪人の真ん中に、十字架に貼り付けられた。イエス・クリストは、全然罪を犯さなかったの,のに、手を広げて、そして彼の手は、純粋な、汚れのない手が、釘に貼り付けられて、もう動くことはできなかったでしょう。う 彼が私とあなたの病気を取った。その真ん中にクリストに出会うことができます。教会の真ん中、つまり、教会は、教会では私たちは事実に現れると、御言葉の復旧、秘責によって、兄弟との交わりによって、私たちの事実が明らかに,明らかになると、私たちが真ん中にクリストと共に 十字架に貼り付けられることを経験する。そして、イエス・クリストがどれほど私を愛するか、私の病気を背負うまで。そして、だから、見言葉が私たちの事実を照らし、そして、その、イエス・クリストの言葉には力があるから、私たちが立ち上がって、自分が自分を あの、守れようとする、その状態から、謙遜な道が始まる。前、少しずつ少しずつ真ん中に行きます。真ん中には祭壇があります。前、あの、真ん中には、おふられたコヒツジの祭壇、その食卓があります。コヒツジの食卓があります。そちらでは私たちの事実は、イエスクリストの愛と出会う。 そして、私たちがそのままクリストに愛されているということを経験する。私たちは、イエスクリストと一体となる。クリストが私の罪を背負って、私たちの,の、うん、罪を取り除いて代わりには彼の癒し、彼の命、彼の愛を与える。そして、私たちは元に戻る。つまり、罪を犯す前の、 そのエデンの園のの状態に戻る。神が私を作った時と同じ状態。罪を犯す前。神があなたと私たちを作ったのは、彼に見せて手を伸ばして相手を愛するため。相手のために働くため。相手を抱くため。相手を、あの、なんか、え迎えるため。許すため。それで,です。これは元の状態。 神に作られたものの状態。神の子の状態。イエスクリストの人復活は、教会の中では私たちをその元の状態に導いてくださる。だから、教会と共に歩みましょう。再現に忠実に行きましょう。よ日を。